ス先輩。こんにちは。2日連続だ。こんにちは、博士先輩。あ、いつもの。いつものね。いつめんね。あ、風崎先輩だ。こんにちは。やばい、なんか bot みたいになってる。チュッこんちゃーって言ったらチュッてきたんだけど2個2個って返しとくか2個2個って返そう。お、カズちゃんだ。珍しい。チュチュか、審議ですね。これ私は雑定定の押し売りをされているのか、いやもう勝手に見てるだけなんですけど、これはただ可愛くてごめんなだけなのか、だからそこの審議あからの、あ、これは煽ってるのか嬉しいのか、これどういうその気持ちでこれ売ってるのかによってまたこの定定指数が変わってくるんですよね。難しいですね。定定は生まれるのか。あったかい。あ、めっちゃいない？めちゃめちゃいるわ。よし、やるか、じゃあ。またやってる。風崎先輩がまたチュッて言ってる。そして五十嵐リパすごくびっくりしている。もう顔洗えないです。顔なんて洗うな顔なんて洗うないや顔洗ってよ顔洗ってくださいよ。私は洗いません。さよなら、私の顔。顔なんて洗うな。どういうこと？
もう顔洗えないです。顔なんて洗うな。なるほどね。顔は洗え。うん。かなぎ先輩の王子のままに。いや、顔は洗え。やばいよね。今夜もスカイプで待ってる。え、時代錯誤。まだスカイプ使ってるやつおりゅ？でもおりゅ、おりゅって言ってたな、この前。さすがの定点警察の私もスカイプって何ですかってちょっとチャット打ちたくなっちゃうな。さしもの私でもね。着信音オリジナルにしておきますね。あ、すごい通じてる。そうなんだ。え、スカイプって何ですか？インスタじゃダメなんですか？って打ちたくなっちゃった。